イタカシ聖事、ア順元年9月2日は、李氏朝鮮の王族男性。第7代王聖祖と、定期王公の長男で、聖祖の最初の王聖子。合算王君と、第9代王聖宗の父。第6代王丹衆のいとこ。聖子となったが、病死したため大いにつくことがなかった。名は、字は、原明、送り名は、懐館専祝狂犬音、文イタ大王。だよ。 病房は特捜。1438年、父主要大君の指定で誕生する。1445年に、正義大部の位を得て、桃源君に封じられた。1450年に、半角の娘と婚姻を押し、正室に迎える。1453年に、気有性難が起きた功労で、強力大部の位を得た。1455年に、父、清祖の即位と同時に、 王政史に作法された。幼少の頃よりが雲を好み、礼儀正しく優秀で、会所に長けていた。しかし、生まれつき病弱であり健康面に不安を抱えていた。1457年病状が悪化し、喜び回廊に苦弱一子を設けて21人の僧侶が、病気治癒のために祈祷を行った。同年6月に、仙台王丹州が女王、を、廃位、 ロヤマくんに降格、追放されてほどない9月2日、滑血により19歳で死去した。イタカシ聖子は、亡くなる直前に、おばで、文僧の妻である、ケントク王公の幽霊が現れるのを見ており、このことから、精神錯乱に陥っていたと言われている。しかしこれは、イタカシ聖子の方が短州に先んじて死亡しており、事実と合わない。だが、 清祖の家族は皆丹州を殺したという罪悪感に非常に苦しんでいたと伝わっており、特に彼が崩御した後、清祖は剣徳王公の御領を暴き、棺を川に捨てたとされている。死後の1469年に、次男の三君が即位し、徳宗の病方で追巫子とされた。現在は、慶喜堂、茅市、徳陽区にある高市寮に埋葬されている。 性非公給二難一乗を得た。すべて性非判主との子であり、側室との間に怖いない。ありがとうございます。